続いてのニュースはこちら。アップルボイス？いや違う違う違う。ちょっぱなに来たから。ああまあ綺麗すぎる馬娘というね。これはまあね、実際綺麗だからね。これ腰細いなゴールドシチ。細いよ。もうボンキュッボーンや。まあ、あの80年代のだから表現も合わせてるわけね。もうナウでヤングよ。ちょうど今のイベントもそういう感じだし。そう。なんで出てないんだろうね。もう遅刻っすか。実際両シナリオ。よかった。あのさ。学校にまで追っかけ、これ追っかけなのか、トレセンに通ってるファンの子なのか、ね、あとはその学園の校門の前で出待ちしているファンの子たちみたいな、ほらよくさドラマのロケとかであるじゃん。あるあるある。あのロケ地のちょっと100メートルぐらい外からこう見るファン、みんな見てるってやつね、うん、うん、俺も昔ね1回だけやったことある。え、あんの？地元でね、あの、あるジャニーズの子が、子っていう年齢でもないけど、あの、ドラマの撮影をしてて。はいはい。うん。まあ見れなかったけど、当然。行ったことはあるよ。いや、あの、思うんだよ。うん。ドラマに、まあアイドルの人とか俳優が出ますがわかる。で、ドラマとか映画の撮影、場所で撮影するロケ地があるってのもわかる。ああ、その場所はどうやってファンに知られてんの？わかんない。俺もなんか、あの、なんで知ったのかは子供の頃だからわかんないけど、近所の噂にはなってたよ、でも。まあでもまあ事前にね、ほら、もちろんここ使っていいですかとかさ、周りの、ああ、そう、周りの、ね、の住民の方々に何日の何時からここ使わせていただくんで、みたいなことは、もちろんあると思うけど、うん、あくまでもその地域の使われる近所じゃん。ああ、あれだったかも。されんのかな。ね、その、俺の場合は、そこの敷地が、うん、まあ、なんて言えばいいんだろう。あの、普通にこう、普段は営業してる、はいはいはい、場所だったから、公共のこう、公園みたいなね、そう。道路とか、はいはい、公園とか道路とか、そういう感じじゃなくて、普通に営業してる建物だったから。商業施設なんだ。うん。そうそう、商業ではないんだけどね、まああのそういうところだったから知ってたっていうのはあるかもしれない。噂になってたっていうのはあるかもしれない。はそう、ゴールドシティのシナリオのね、ごめんね、話した詐欺って。あ、いいよいいよ全然。何がいいってね、 BGM がいい。あーあね、そう BGM がいいのよ。聞こえるかなこれね。あ、聞こえる。そうそう、うん、BGM がいい本当に。ジャズ系のね。そう。シャレオツよ。随分小言が多いですね、ゴールドシティさん。まあ、トップアイドルですから。アイドルではないな。トップモデルだから。そうだね、アイドルじゃない。まあでも、ウマ娘みんな、ああやって踊るから、みんなアイドルみたいな。まあアイドルみたいなもんだよな。朝が無理、まあ結構ゴルシチの実装時に話題になったけど、うん、午前10時の男っていうのがゴールドシチの、あの要はトレセンでのあだ名だったから。あ、実際のね。そうゴールドシチ実際の、まあ10時になってこないと起きない。ねぼすけさんじゃの。これさ、人間の感覚だったらさ、例えばさ、まあ、8時に起きるとか7時に起きるとかっていうさ、感覚から10時に起きて、まあ寝ぼすけだなと思うかもしれないけど、うん、あの、馬って普通、4時起き5時起きだからさ。まあ、あの日の出とともにだもんな。そう、日の出とともに調教を開始するのが馬だから、それを考えると、だから、なんだろう、現代日本人に換算すると、マジでなんか12時起きとか、12時起き、13時起きとかだから、他のやつが朝飯を食い終わってふーって一息してる中でおはようございますだから。それを考えるとどれだけめちゃくちゃだったかっていうのがね。まああとはね、その起きれないっていうのもあったらしいけど、
他の馬と同じ時間で調教をしようとすると、あの、なんだろう、その馬たちに喧嘩を売りに行くっていう、ちょっと2010年代に存在したゴールドシップ、あのゴルシさんと同じ問題を抱えていたっていう。なるほどね、やっぱ 5とルと4がつくのはダメなんですよ気象がじゃあまあトレーニングの方はね、正しくて、そう、あ、そうだね、トレーニングの方はまんべんなく、まんべんなく1回の練習、1種類の練習を4回やって1レベルあるのかな。そうそうそう、だから8回やる、8回やれば3になるんだよな。あー、ゴールドシティはね、これも田中牧場っていう、まあ、小さい牧場で生まれた馬なんだけど、はい、あの牧場の同期が他に6頭いて、6頭、はい、そいつら全員に毎日のように喧嘩を売りまくってたらしい。ヤンキーだな、子供の頃から。いや、マジでね、めっちゃくちゃヤンキーじゃん牧場長がその暴れん坊だからいつか怪我するんじゃねえかって心配するぐらい喧嘩売りまくってて、まだまさにあれだよ、ガキ大将、文字通りガキ大将っていう幼少期だったらしいけど、まあ健康には育ったらしいよ、特に病気とかせずに育って、でそんななんかこう血気盛んな性格でっていうのもあって、運動量も結構豊富だったらしいから、まあ同期の馬より馬っぷりっていうか、あのそういうのは良かったらしいよ。へー、馬の世界にもこう、なんだろう、コミュニティっていうか、まあ特にね、それこそゴールドシップの逸話なんかは特にそういうの多いけど、があるからね、この馬はこの馬と仲いいとか、この馬と喧嘩してるとか、この馬同士のコミュニティがあって、その中で一番頂点に立つ馬はこれでとか、あるらしいから、そういう意味では牧場のそのコミュニティの中のガキ大将みたいな感じだったらしい、まあ、ボスっていうか、まあボス、そうそうそう、田中牧場のボス、そうは見えませんけどね、この馬もう見てください、このもうね、綺麗で若くてね、暴力なんかしなさそうなね、みんなみんな若くてはそうだけど、うん、暴力なんてもう、暴力なんて嫌いですみたいなね感じっすよ。あのさ、でさ、おお、学園で、まあでもあるよね、ほら、学校でのオフショットが雑誌に載るとか写真集に載るとか、まあまあまあある、ある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 。まあ実際のね、学校とかはそんな使わない、実際のそのモデルさんが行ってる高校とかで撮影みたいなのはあんまないだろうけど、こういう学園系のね、ショットみたいなのがね、定番だよね、中学生モデル、まあね、高校生のベル。どうかした？まあちょっと不穏な。結構表裏が激しい、表裏が激しいって言ってるのかな、なんだろう、まあ外面とね、まあまあまあ、やっぱ顔で売ってるから、モデルの方はそっちの面と、その走る方の馬娘としての面でちょっとこう何か闇を抱えているのではないかみたいなね。闇なのかな、あれだよね、その印象と、あの実際のギャップだよね。まあまあそうね。あのさ、よし。とかそうか、この世界だと例えばそのトレセン学園に入学しているやつで、そのまあこういうゴールドシティみたいに、あの副業なのかな、多分こっちが副業だよね、あの走る方が多分本業だよね、副業の名前が知られている、まあそういう目で見られがちっていうことだよね。まあ一応副業だけど、現時点ではモデルの方が本業みたいな扱いにはなっちゃってるね。そう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 、だスマートファルコンとかだとさ、例えばこう、あのちょっと毛色が違うじゃん、毛色が違うっていうかさ、副業っていうよりはさ、あの、まあ、あの一応そのトレセン学園で走っている馬として
やってるわけ。なんかこう、そうね、馬娘のウィニングライブとか、そうそうそう、あの ランの走る方の延長線上みたいなのアイドルだから、そう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 、まあ、延長線上、延長線上、うん、まあまあ、でもそう、年に近いかな。だけど、なんか全くそのレースのところとかけ離れている職業じゃん、ゴールドシティって。まあそうね。そこがね、まあ、やっぱでも実際の、なんだろう、学生やっている、あの別の職業を持ってるその芸能人とかもそうだけど、例えば、ちょっと前の藤井聡太、今九段とか。九段か八段か九段か今確か九段のはずとか、もうねえ、まあそういうのはあるかもしれないけど、どうなんだろうね。どうなんでしょうね。俺はちょっと学生の時何かやってたわけじゃないからあれだけど、ただね、これゴールドシティのシナリオって結構雪の美人出てくるね、やっぱ。そうね、意外と出てくるね。なんか、まあ、雪の美人も、あとね、雪の美人は、史実が美少女って言われてたぐらい、こう、ルックスがいい馬だったから。はいはいはい。あ、じゃあ美少女って言われてたぐらい。そう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 。多分そうだね。あの、ルックスでこう、ファンを魅了した馬同士。だね、うんうんうん。年代的には結構離れてる。結構っていうほどでもないか。まあ離れてるんだけどね。スタミナが欲しい。まあ結構ほらゴールドシティって言ったらやっぱ史実のあのパツキンのイメージがやっぱ強いけど、まあそうね。そもそもサラブレッドって毛色何種類あるか知ってる？サラブレッドの毛色が何種、あ、まあ上げてこうぜ。な、分かる範囲で開けてくる。黒。黒、黒、黒影ね。うん。焦げ茶。まあ、一般的な、こう、茶色ってこと？うん、そうそうそう。が、影。はい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 。あと、足毛。足毛、はいはいはい。もうゴールドシップだね、まさに。白。白毛、白毛いますね、今の、ね、育ちとか。育ちとかね。育ちか、うん、育ちとか。育ちとか、そうそう。あと4種類。あ、赤、赤。赤は、赤とばかな？何か、なんか、動物の毛色のあと色って赤と金と青とかじゃないの？ああ。じゃあ、それで言うと、ゴールドシップの毛色は、ゴールドシップじゃねえ、ゴールドシティの毛色は何色になるの？え？まあ、ね、ほら。まあ、はい。何色なの？さっき言ってた、その、何？焦げ茶っていうのは、うん、多分、あれかな、影って言ったけど、多分黒影の方のことで、はぁ、あ。もう、より黒に近い茶色みたいな感じが黒影で、さっき黒って言ってたのは、もうほとんど黒色な馬だと、青影っていう、馬娘だと、マンハッタンカフェとかそうかな。ほう、マンハッタンカフェって青影だよ、確か。違います。まあ黒っぽいよね、うん、そうそうそう。で、さらに黒いのが青毛っていうのが、はい、皆さん、やり直しです。あ、すっかり忘れてました。そういえば、絶好調にしなきゃ。おい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 今日の目的知ってるかお前。はいはいはい、リテイクリテイクお前。はい、やり直しやり直し。あ、やべ、俺も完全に忘れてた。そうだ、やべ、完璧油断してた。G1 とかだけじゃないんだ、全部だ、全部。あー、で、毛色の話だっけ。そう、まあ、青毛っていう、青影、青影、そうそう。で、青毛っていうのが、青影とほとんど見た目同じなんだけど、うん、そのさっき言った青影っていうのは、脇回りとか、肌のあたりとか、うん、まあ、その辺が微妙に褐色色なのね。なんだけど、青毛はもう全身黒。はいはいはい。真っ黒。まあ、あれね、いわゆるその靴下って呼ばれる、足のところにある白いのとか、あと鼻筋にある白いのとか除いて、うん、もう真っ黒。っていうのが青毛。ね、ほう。スペシャルウィークの子供のシーザリオとかは、その色なんだけど。で、あとは、ゴールドシティの毛色は、クリゲっていう、あ、まあ、黄褐色だね。クリね。うん、クリクリ。そうそう、黄褐色。前のトップガンとかもそうだね。そうね。
で、土地クリゲっていうのも、その、クリゲに近いやつであって、まあ、クリゲと影の中間に近いかな。黒みがかったクリゲっていう感じなんだよね。ほう。でも、この辺は全部クリゲ扱いされることが多い。で、8種類かな。多分。影、黒影、青影、青毛、足毛、クリゲ、土地クリゲ、白毛。まあ、厳密にはもうちょっと分かれていて、ゴールシティはオバナクリゲっていう、はいはいはい、タイトルにもタイトルっていうかサムネにも書いたけど一応、あ、そうそうそう、オバナクリゲっていう経路なのよ、うん、もう俺単語しか知らないから単語で書いたけど、そうそうそう、オバナクリゲとは、そう、さっき言った通り、まあ、クリゲっていうのは黄褐色の経路を持つ馬のことね。はい。で、オバナクリゲは、いわゆるその縦髪とか尻尾が、その中でも明るい色。あ？ん？愛嬌もらっとこうぜ。そうね、愛嬌もらっとこうか。事務所通してもらえますってこれとしてないけど、事務所通してこれが OK できたら、あなたどういう顔すんの？どうすんだよ、担当が。いいじゃない、やってもらいなさいとか言っちゃったら。でも今から言うんでしょ、担当が。いいんじゃない、やってもらいなさいって。ゴールドシティのファンだそうですよ。じゃあ。じゃあ、まあ、成功させてくれるよね。うん。愛嬌丸もらっとこうね。魅力アップのもらうか。なるほど。ブスッと。オッケー。わお。行くわ。大成功。いや、いいんじゃない、いいんじゃない、お願い、嘘、なんでコンディションも上がった。わ、よかったよかった。オバナクリゲって言われる毛色でも、まあ尻尾とか縦髪とか明るいって言っても、まあ馬によってこう明るさのこう度合いがあるから、例えば待機シャトルなんかもオバナクリゲなんだよ。あら、あれもオバナクリゲ。そう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 。なんだけど、そこまですごい、なんだろう、こう明るいっていうわけ、まあ明るいんだけど、明るいってわけじゃないから、縦髪とかが、はいはいはい、でゴールドシティは本当に、まあ実際のね馬の写真見れば当然わかるけど、もうなんか文字通りパツキンというか、綺麗にこう色が抜けてる感じのね、はいはい、ブロンドヘアだよね。子供、最近の馬だとね、はい、お、冗談だ、最近の馬だとあれとか、東方ジャッカルっていう菊花賞を買った馬がいるんだけど、うん、あれも結構ゴールドシティに近いパツキンの馬だね。これな、まあ言っても東方ジャッカルってもうだいぶ前だしな、6、7年前ぐらいの馬だから、菊花賞買ったのが。これを当然冗談とはどういうつながりなんだろうね。まああれじゃない、ギャルつながり、ギャルつながりじゃない、若い、若いギャルつながり、史実は知らないから私は何とも言えんけど、まあギャルつながりだと思うよ。史実は、史実はちょっと全く絡みがないから、だってそもそも80年代の馬と2010何年とかの馬だから。いやー、ツンデレ最高。うざがられてんじゃん。あれだよね、時間だね、成田大臣と見た感じだよね、イメージ。俺ね、実は成田大臣も持ってないからやったことないんだよ。おー、お前何なら持ってんだよ。おー、俺初めて寝不足引いた。まあここでやる気が下がられる、本当に下がるんだ。パッ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 、これ2回連続お出かけですね、ワンちゃん。とりあえずお出かけ。カラオケ、カラオケ、カラオケ。神社でもいいんじゃない？神社でもね、神社でも。まあもう一回確定だからこれ。行くの。ほら、ほらほら。何？うんうんうん。
お。でさ、トレーナーに合う服ね。そうそうそう。そうだ。確かに一般ファンが見たら殺到するようなモデルに、そのトップモデルに服を選んでもらうって。やば。ん？ほら。いやー。優しいね。ウマ娘のゴールドシチはやっぱ根本は優しいね。冗談でしょ。そうをね。やば。スピード練習踏めてないし。サンキュー。まあ根本的に性格悪いウマ娘っていないんだよね。まあまあなんか前も言った気がするけど。あれやる気とか下がんないかも、ね、下がんないよね。一定確率で下がる。おっしゃ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 、おーぶら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 、セーフセーフ。お願い申し上げ、はい、まあ学校のねパンフレットの写真が、ゴールドシティという大丈夫、学校のパンフレットって大体なんか黒カビのあの子使わない、ね、でもほらやっぱモデルがねいるから、ああ使おう、なんだろう、訴求力というか、そう、それにほらあの黒髪の馬娘の方がねほら少ないじゃん、来社は、あーまあそうだけど、ピンクのやつらとかおるで、ハルーララデジタル、そう、そんな中だったら別にタツキンがいても別にね、確かに、まあ実際馬のその馬娘で標準的な髪色が何かはちょっとあれだけど、馬の標準的な髪色は茶髪だからね、こう若干比べる茶髪だからね、みんな染めとるやん、そうそう、もう染めてるっていうかもうそれが地毛だからもう海外の人だって別にあの金髪とか別に染めてるっていうあれじゃないじゃん、まあね、ゴールドシティの武器とは負けん気の強さって意味では、そうだね、上じゃないの、先に進もうとする意志ですかね、結構序盤から仲良さげだよね、お疲れ様です、あーそうだね、なんか何、うん、な仲は良さそうだね、あのさ、え、でも序盤からってか序盤に結構その距離が離れているストーリー、まあその距離がみんな仲いいんだけど、なんだろう、あのあ意外となんつうの、あの他のあの、うん、まあまあ俺がやってんのがあのトップガンとかばっかだからかもしんないけど、あの子供と大人じゃん、割とトレーナーが大人側で、でトップカバーなんか最初からなんかその対等的な立ち位置にいるっていうかさ、ああそれが新鮮だった、トップガン精神的にあの大人っぽいよねって、やっぱ外の経験積んでるから、ゴールドシティはトップガンのトレーナーから見るとやっぱそう見えるんだね、いや見えるよ見えるよお前、うわ今の子供じゃないもんつってほっぽって、お前やる気は下がるわお前、行こっか、あ神社いいよ、ルーキチへ、実際のやっぱモデルさんもそういうことやってんのかな、お願いします、地味にさ、この神社イベントの回収ってめんどくさいよね。そうだね。なかなか神社行かんしね。そうそう。いいよ、ラッキーだよ。ラッキーだよ、いいよ。で、さっきつまずいたとこまで来ました。いびけファンファーレ。はい。はい。はい。ゴールには届きましたか。まあでもデビュー、やっぱ元から名前が売れてるだけあって、デビュー戦からやっぱこう。ああ、確かに。そっか、それは他のウマ娘とちょっと違うところかもね。なんか、実力でこう話題になってて、ついにデビューするみたいなやつはいるけどさ。そうそうそう。ルドルフとかね、学内のあれでは、有名だけど、みたいな。ああ、ルドルフも、でもルドルフは、なんだろう、生徒会長としても有名だけど、走りはもっと有名だから、ちょっと違うの。
こんだけファンがいてファン人数1ってのが納得いかないんですよね。だから要はあれでしょ、そのモデルとしてのファンはたくさんいるかもしんないけど、その走る馬娘としてのファンはまだいないよっていう、そのさっきのその記者のやり取りとの皮肉じゃないけどさ、これ芝ですって。芝芝。実際のゴールドシティさんはあのダートデビューだったんでね。ああ、トップガンと同じだ。そうそうそう、ダートデビューして3戦目で勝ってる。ありがとうございます。まあ、ローテーションですよ。お、いきなり阪神ジュベナルフィールズ行っちゃいます？もうトレーナーっていうかマネージャーだよね、本当に。だね。朝日杯か阪神ジュベナルフィリーズ、これはティアラはあれだね、実際だと牝馬のクラシック路線だね、メス馬の、うんうん、あれゴールドシティはオス馬妙だな。ま、馬娘だから。セーフセーフ。違う。これ、その阪神ジュベナイルフィリーズっていうレースが今、牝馬しか出れないけど、ゴールドシティが現役だった頃って、ボバも出れたんで。え、そうなの？そう。だから、ボバなのに阪神ジュベナイルフィリーズに出ることになってる。まあ、もっと言うと昔は阪神山菜ステークスっていう名前で、クラシック級が馬でいう何歳かっていうのを覚えてる？なんか前言った気がするけど、言ったっけ？いわゆるそのダービーとか出る年齢2歳が何？2歳で3歳。あ、3歳か。そうそう、3歳なんだけど。でもさ、阪神ジュベナイルフィリーズってその、要はジュニア級じゃん？クラシック級の1年前じゃん。まあそうだね。なのに阪神3歳ステークスっておかしいと思わない？確かに。だってダービー出る年が3歳なの。確かにそうだよ。今はその万年馬みんな万年齢なんだけど、生まれた時に0歳、うん、で翌年1月1日に一斉に1歳になるんだけど、数え年でやってた、もしかして。そう、数え年でやってた。ああ、なるほどね。だからあの、そう、あの2000年ぐらいまでやってたのかな、確か数え年で。あ、結構最近まで。そうそうそう、もう最近じゃねえか、20年前は。あ、まあまあ。でもだって言うてもらって、ほら、スペちゃんとかあのぐらいの世代が、だから、ダービー出るとしたら3歳じゃなくて4歳みたいな数え方してたぐらいだから、まあ、最近じゃ最近かもしんない。なるほど。うん、ちょっと聞きたいことがあるんだけどさ、うん。ゴールドシー全く関係ないんだけど、うん。新衣装のメジロマックインって、どうだったっけ、うん、評価。評価？評価。使えるか使えないかって意味？使えるか使えないかって意味。全く使えない。全く使えない。だそうです。皆さん頑張ってください。何があったの？友人から LINE 飛んできて。ああ。当たった！どうなの？はいはい。新衣装か。って感じ。新衣装は、はい。スキル発動時の演出がかっこいい。ああ、なるほどね。だって。てかね、なんか、新衣装バックインが弱いっていうか、旧衣装マックインが強すぎるだけなんだけど。まあね。新書マックイン、一説によると根性育成おすすめらしいんで。根性育成がおすすめ。なるほど。らしい。なんか、俺はやったことない。持ってないからわかんない。あー、で、そう、年齢の話をすると、うん、その、ちょうど切り替わったのが2001年なの。21世紀入ったタイミングで、うん、じゃあ、万年齢にしましょうって。はいはいはい。そうなると何が起きるかっていうと、一応年度末に表彰みたいな感じで、最優秀3歳ボバ、ヒンバ、4歳ボバ、ヒンバ、で、コバ、いわゆるシニア級のボバ、ヒンバの表彰があるんだけど、テイボーシャンっていう馬は2000年に最優秀3歳ヒンバを受賞して、だこれがあれだよね。今でいう2歳だよね。はいはいはい。3歳牝馬を受賞しました。で、翌年、数え年が廃止されます。万年齢になりました。
で翌年も活躍しまくって最優秀三大牝馬を2年連続で受賞するっていう。だからその前年の3歳は数あの、うん、数えだから2歳なんもんね。そう、数えだから本来の2歳なんだけど、名前的にはその表彰タイトル的には2年連続最優秀三歳牝馬。あれ妙だな。こいつ何歳だみたいな。そうそうそう。まあ、こういう馬たちが走ってた時代とね、今のその競馬のもうシステムが全然違うから、そういうなんだろう、食い違いじゃないけど、そういうのが結構ある。うん、なるほどね。まあシナリオ的には今あの、うん、クラシックじゃねえや、トリプルティオティアテララ、トリプルティアラ路線だね。かティアラ三冠っていう言い方だってのか知らんけど、トリプルティアラっていいのか、言い方そのままでいいのかを目指すために、まあ、ジュベナイルフィリーズ出ると。あ、エゴサしない、しないそうですよ。芸能人によって違うよね、エゴサするかしないかって。まあまあまあ、でもゴールドシチューはしない派。お、事務所も全面バックアップと。おやる。まあそのトレセン学園に入学しているっていうことは、本業がやっぱり走る方だから、まあ、バップっていうか、やっぱちょっと口出しができないっていう感じな。そう、私服がね、やっぱね、オシャンティーなんですよ、やっぱモデルだけあって。これ私服なの？仕事用の服じゃない？一応これ私服。あ、私服なんだ。一応これ私服ね、私服がなかなかあの微妙な方々がいる中でね、全然。まあでもゴールドシティにしか着れない服だよね。まあそうね、こんな結構結構あのバストの方もありそうだね。今日は何から。ゴールドシティってバストいくつなの？わからん。あ、そう、バストで思い出したわ。やるか。何で思い出したんですか、ね、あの水着衣装が追加されたじゃないですか。されたね。見た。で、あのマルゼンの方をね、あったんで、うん、育成してたんだよ。はいはいはい。で、まあ見るかってレース見てたんだよ。あ、でさ、だいたいなんかあの最後の直線あたりになってさ、あの早い早いマルゼン好き、あの独走状態な感じで、なんか前側からドアップで打つさ、シーンあるじゃん。あるある。あん時に見ててめっちゃ揺れとるやんってなって。うん。そこに目が行ってしまった。マルデンさん、曲がりないにもまあまあでかくなかった。そう、あの、わかんねえ、バイン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 って感じでね、走ってた。曲がりないにもじゃねえわ、全然90超えてるわ。びっくりしたわ。悲しい男の差だった、そこにしか目いかなかった。いや、わかるよ、だって俺もさ、その、あの、育成終了の時に走る。うん。やつあんじゃん、あの評価点が出てさ、走る場所は場面あんじゃん。あーあるある。マジダイワスカーレットの時だけは胸にしか目がいかない。あと待機シャトル。待機シャトルね。ほら、あの最後の画面はさ、ほら、ね、結構ゆっくり走るじゃん。あー、はいはいはい、はい、だからあのそうだね、タユンタユンって感じなんだけど、やっぱ レース中だから速いのよ。そうだね。バイン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 って感じ。お前、お前、しょうもねえな。これマジ、マジでみんなちょっと、びっくりしちゃった。本当にしょうもないな。びっくりしちゃった、俺。嘘やんてなった。まあ、ゴールドシティ、現実の方は、その、デビュー、あの、してからダートっていう話したけど、うん、まあ、デビュー4戦ダート走って、1勝だけした後に一応芝に変わって、で、芝で重賞2着に入ったの。うん。そう、芝で重賞2着入った後に、芝のレース1個使って勝って、そっから3ヶ月間休ませてから、まあ、阪神ジュベナイル、当時の阪神3歳ステークス、はいはいはい、走らせるっていうので、よし、結構ここに狙いを絞ってたのかな、うん、っていう感じだね。しっかりやっぱり、休ませてから来てて、ある程度狙いは絞ってたっていう。下がんない、下がんない。下がんない。
まあ、でもここもあるで確かね。ここを2着取った瞬間にリセットです。あ、そうか、勝たねえといけないのか。ここ勝たないといけないんで。これ勝たないといけないからめんどくせえなぁ。こう見ると胸ねえな。あとね、さっき喋ったら85だって。あ、でもなんか、腰が細いからそう見えるだけか、やっぱり。そうそうそう、多分そうだと思う。とか骨格とかだと思う。じゃあ、阪神、ジュベナイルフィリーズ。ちなみに、ジュベナイルってのは少年少女っていう意味で、フィリーズっていうのは、まあ、若い牝馬っていう意味だね。へー。この世界ってほら、馬っていう表現が基本的に消えてるじゃん。優秀牝馬、オークスのサブタイトル優秀牝馬っていうのも消えてたりとかさ。あ、そうだね。馬っていう表現消えてるじゃん。でも、フィリーっていうのは英語で牝馬っていう意味なんですけど。よし。まあ、いいんじゃないですか。は？馬娘が別にフィリーでも間違ってないですよ。あ、この世界だとフィリーが馬娘っていう。っていう可能性はある。フィリー娘。そう、フィリーイコール馬娘。ちょっと納得したわ。なるほどね、確かに。可能性はある。さあ、負けられないで見ましょうか。シリーズのゴールドシティさん、はい、最大のハイライトの阪神ジュベナイルフィリーズ。ここが最大のハイライトなんですか？ここが最大のハイライトです。早くね。基本的に、そうなんだよ。基本的に、ゴールドシティ、それまでのレースは、差しのレースが多かったんだけど、まあ一回逃げてるんだけどね。うん。差しに構えるレース、中段に控えて、末脚勝負っていうレースが多かったんだけど、このレースだけはちょっと違って、はい。その、気性が荒いっていう話をしたじゃん。うん。いつになく興奮してたらしくて。おー。その、乗ってたのが、ホンダ騎手なんだけど、ホンダ騎手。はい、振り落とされないようにするのがやっとっていうレベルで興奮してたらしくて、めっちゃ暴れ馬じゃん。省略してたけど今まで5戦もまあまあ荒れてたらしいんだけどね。まあそれぐらい興奮してたらしくて、いやー乗るんだけど、まあ差し傾向でずっとレース進めてたんだけど、このレースだけはゲートがそんなにうまくいかなくて、ちょっとだけ騎手が追ったのよ。そしたら興奮してるもんだったから、もうそのままかかっちゃって、前行っちゃった。で、もう、先頭を奪う勢いで、レース進めちゃって。差しなのにっていうか、そう、まあ、かかっちゃったんだよね、もう結論から言うと。で、レース進めてたんだけど、結局早めに先頭に抜け出して、最後 50m 後ろから馬迫られるんだけど、なんとか振り切って勝つっていう G1 勝つ。へー、あ、かかっちゃいました。あ、実際にもかかる。あ、もうでもこんなもんじゃないかかりだ。もう2番手とかだったから。まあスタミナだけはあるから今のところ。そうだ、前も空いている。固有発動しなくて、その位置。これ発動しないですね。あ、した。した。このランウェイの主役は私だから。見せてあげる。靴も左右色違うのか。おお。あ、いよいよ伸びてきた、伸びてきたよ。いやー、突き抜けてる。これは強いのでは。いいね。固有発動してから一瞬だったね。これを期待してキャンサー杯に使ったんだけど、私の育成したゴールドシティさんは固有すら発動できなかったね。抜かないとダメなんだけど、こう抜くまでにちょっと手こずっちゃう。そう。大外からだ。ゴバシンさ。いや、これは来年のクラシックが楽しみなく。いや、楽しみですよ、もう。寒そう。あーさ、ほんとさ、水着の勝負服が今出てるじゃん。出てるね。もうほんとにさ、雪の中走らせるのはやめてあげてほしい。ほんとに。これでも俺、
その時代に生きてなかったから知らなかった、知らないんだけどさ、うん、実際その阪神三歳ステークス、まあ、G1 勝ってさ、まあどうしてもほらビジュアルが先行する馬じゃん、実際のゴールドシティ、まあ、だそれが阪神のその G1 勝った時の観客からの評価っていうのは本当にこういう感じだったのか、それともなんだろう、あのちゃんと実力馬として、ちゃんと実力馬としてって言ったらあれだけど、まああの、まあ、毛色の派手さもあるけどやっぱ実力もあるんだねっていう風に落ち着いたのか、どっちなんだろうね、うん、どっちなんだろうね。まあそれはやっぱその当時を生きてないと分かんないよ。86年の話だからね。いやもう生きとらんわ。ああだちょっとそれが気になるよね。なんかいろいろ資料とかも漁ったんだけど、その辺はやっぱなかったからさ、 あんまりなかったから、まあ、ただ、あの、やっぱビジュアルでこう人気が先行していたっていうのは、まあ、事実っちゃ事実で、あの、この間福来たるがさ、菊花賞を勝った数年後も宝塚の人気投票で入ってたみたいな話をしたじゃん。ああ、したした。あの、ゴールドシティも、結論から言うとこの後一回も勝てないんだけど、は？ん？ 80、そう、86年の阪神ジュベナイル以降、結論から言うと一回も勝てないんだけど、その後に3年、2年半後かな？2年半後の宝塚記念でもファン投票に入ってんだよ。決めた。っていうか俺は今衝撃な事実を聞かされた気がするわ。ん？え、史実だとこっから勝ってないの？勝ってない。よし。勝ってないって言うとボコボコだったみたいな印象あるけど、実際は結構頑張ってたよ、ゴールドシティは。ほう。うん、あの、なんか、結果的に勝てなかっただけで、あ、一応、あの、トップクラスの馬として、ちゃんと実力は発揮してた。あ、怒涛的なね。あー、近いかもしんない。ちょっと怒涛に近いかもしんない。あー、それを聞いて、ますます親近感が湧くよね。今の一言で、だいぶ、あの、優勝争い、食い込んでるよ、これ。俺の相馬杯、だいぶ食い込んでくるよ、これ。そんなに怒涛好きなの？いや、怒涛はね、可愛くないあれ。あ、可愛いよ。いや、あの、割と冗談抜きで私の好み、ガン刺さりなんだよ、あれ。俗名モリモリだけどね。いや、ネタで、あの、いや、悩むトップガンが、とか、俺お兄様だから、とか言ってるけど、言ってるけど、うん、あの、割と。お兄様ネタだったんだ。いやいや、ね、かわいいからね。いや、ネタでは、まあ、ネタだよ。どっち？いや、あの、正直最初はお兄様だった。うん。今はどっちかっていうと、やっぱ前も言ったけど、服着たのが一歩リード。一歩リード。そう。あ、じゃあ、今そのレースを開催したときに、その1日3着に入るのは、まあ順番は置いといてね、1日3着に入るのは、服着たる、怒涛を殺し。服着たる、怒涛を開始。開始ね。そう、で、ちょっとあの、今の3体言ったんで分かると思うけど、うん、髪短いんすよ。ああ、そうだね、みんな短いね。俺、短いのが好きなんすよ。ああ、そうだね。どっちかっていうと。どっちかっていうとね。そう、どっちかっていうと、短い方がキャラクター的には好き。うん。で、その中でね、あんだけ属性もられちゃったらもう、ね。ね。ドトーさん翔太さんがね、なんかロングが好きってコメントしてるけど、この前なんかとてつもない3拍子揃ったの見ちゃった気するしな、俺翔太さんに限っては。いや、なんか身内ネタになるからあんまり言わないけど、あれはね、あれは舐めてるよ。まあゴールシティのストーリー的には、まああのやっぱモデルが先行しちゃって、モデルのゴールドシティが先行しちゃって、あのさ、自分を見てくれねえなっていう感じか、今感じだね。モデルだったらティアーラ目指せってのもなんかあれだね、なんかそういう価値観のこれ世界なんだね。まあでも事務所からしたら確かに、まあトリプルティアーラ被ってる方が売れそうじゃん。これさ、うん、要は桜花賞オークス秋華賞勝ったら、その何、あのティアラ
トリプルティアラっていうので何なんかそういうのもらえるっていうことだとしたら、皐月賞、ダービー、菊花賞勝ったら何もらえるんだろう。クラウン、トリプルクラウン、やっぱり何かもらえんの。いやこれなんかトリプルティアラの対になるのがないじゃん。クラウン、普通はクラウンなんだけど、でも対になるのはあれじゃん、そのねえオスメスいるから対になるのであって、メスしかいないから対必要なくね。あーティアラ路線はそのティアラがもらえるっていうので、アンカー路線は普通に三冠、じゃああのティアラ以上のその本当にもう三冠っていう唯一無二の存在なんなんじゃない。あーはー、なるほどね。あ、それなら納得だわ。